3月13日モスクワ中心部です。今日日曜日、たくさん人出てると思います。ちょっと友達と約束があるので、カフェに出かけます。これから街中行きます。街の中心部、今日日曜日でかなり多くの警官がいるってね、ちょっと友達から連絡ありました。ですのであんまりビデオ撮れないかもしれないです。見ての通りモスクワの道路ってすごい広くて、交通が激しいんで危なくて撮れないんですよね。なのでみんなこうやって地下道で行きます。もうソ連時代のものですね。中国なんかもこういう地下道ありますけど、ソ連のやつなんだなって思いました。ロシアの地下鉄です。ナスちゃん、すごいな。どうした？はい、ナスちゃんさん、久しぶり。久しぶり。どう最近、元気にしてる？いや、私の家族だったら、私も結構気分ダウンです。気分ダウンです。笑っても気分ダウンです。仕事はさ、特に影響ないの？いや、ロシアだったら仕事が結構なくなっちゃうし、インスタの仕事もモデルの仕事も全部キャンセルになってるし。ああ、そっかそっか。そう、でも結構欧米のブランドのさ、モデルやってるもんね。そう、結構ファッションウィークもあって、3月のショーも決まったけど、全部キャンセル。それはナスチャが、そう、海外のファッションショー、こっち出身だからってこと。そうか。でもモデルの契約だったらコントラクトもまだ大丈夫そうだと思う。ヨーロッパとアジアによって違う場合なんだけど、アジアだったらまだビザ取れるらしいし、ロシアの人もウクライナの人もまだ行けるから、だからアジアだったら仕事は結構ある。そう、ロシアの人もみんな、事務所もよく手伝ってくれるし、すごい優しくにしてるからあまり問題がないと思うけど、もらうときはじゃあルーブルじゃなくて外貨だから、そこは影響ない。そう、全然問題ないと思う。でもさ、貯めてたお金とかって、そ
そう、でもロシアのカードはね、今海外で使えなくなっちゃうから、うん、今みんな中国のユニオンペイというシステムが作るんだけど、うん、多分なんか作れるのかなってよくわかんないけど、あ、今日作りに行ったんじゃないの？そう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 、作った、まだ結局まだまだ、なんかカードの作り方結構時間かかる、1週間とか3週間くらい、人が多いから結構並んでる。ロシアのさ、ミールっていうカードあるじゃん。そう、あるよ。それは使う、いや、海外で使えない。ああ、海外であんまり普及してないか。そう、うん、あの前のソビエト連邦の国、うん、では使えるけど、それ以外はね。そう、以外で使える、うん、そうだよね、アジアにも使える。うん、そう、日本の JCB もあるんだけど、ちょっとだけ、まあ、まだ少ないよね。そうそうそう、中国のユニオンペイの方が普及してるかな。そうそうそう、うん、ロシアで作ったのカードが海外で使えないとか、ビザとマスターカードの問題じゃなくて、ロシアのカードの問題とか、ロシアの銀行だったら使えなくなっちゃうと思う。だから現金で、あのお金取れたら海外で住めるんだけど、今ちょっと問題がある。どうやって、でもモデルさんだったら確かに事務所があるんだよね、海外。だから事務所がよく助けてくれると思う。とか現金でもすごく優しくにしてるから大丈夫と思うけど、頑張らないといけない。そうだ、諦めない。いや、結構さ、ナスチャ、ウクライナとかもよく仕事で行ってたじゃない。そう、友達もいっぱいいるでしょ。そうそう、なんかずっと旅行で、あの友達と遊びに来たし、すごいなんかみんな優しくにしてくれて、なんかすごく、なんか私と一緒に住んでて、なんかアパートシェアしてて、料理も一緒に作ってて、すごくいい時間だった。最近さ、物価上がってきたりして、なんか変化ある？こう不便になったなみたいなとか、便利になったなとか、変化、買い物とか。そう、例えば、確かに食べ物とかも、コーヒーも野菜とか果物がすごく高くなっちゃって、でも一番困ったとこが、生理が始まったとき、私の。だから、え、何？え、生理用品、やっぱそれ？違う、生理。いや、でも、いや、本当、ナプキン買いたかったけど、そう、確かに、スーパーに来たら、何もなくて、そう、オンラインで予約したら、あったんだけど、なんかすごい高くて、やっぱそれ？買ったし、でも朝もなんか次の日まで待ってて、朝の7時から電話してて、いや、昨日さ、ショッピングセンター行ったんだけど、やっぱりその在庫が減ってるのが、その生理用品とかおむつだった。そう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 、でそれ見てあれと思って、そう、あ、やっぱそうなんだ。でもなんか毎日必要なものですよね。それは困るね。そうそうそう、だから仕方ない。なんかみんな買ってるし、毎日使ってるから、早くなくなっちゃうと思うし。そうだよね。そして値段も結構高くなるから、みんな買ってるからね。それ買うときに一人何個までとか、そういうのあるの？そうそうそう、ある。何個まで？なんかオンラインで買ったら10個まで買える。10個まで、でもスーパーでだけ1個しか買えないと思う。オンラインで確かにいっぱい買えるんだけど、まだオゾンとか、オンラインショッピングで買ったら。そして日本のナプキンがあったよ。日本のナプキンがあった。そう、韓国、なんかアジアで作ったのがあったんだけど、その海外、ヨーロッパとアメリカのブランドは結構なかった。アジアのナプキンしかなかった。海外じゃなくて、そのロシアのやつってダメなんですよ。ロシアのナプキン。あるある、でもちょっとだけある。でももしかしたらそれも輸入した素材使ってるかもしれないね。うん、そうかもね。国
産のものも作れるかもしれないけど、ちょっと時間かかる。そうそうそう、うん、まあね、今まだ在庫があるだろうけど、これからどんどん減っちゃうだろうから、それはちょっと本当に心配だよね。生活は結構難しくなる、絶対。他はなんかそのカードが使いにくくなったとか。そう、ロシアで確かに使えるんだけど、でも Apple Pay とか iPhone の買い物はできないし、そして海外でもロシアのクレジットカードが使えなくなっちゃうし。アプリとかはその Spotify とか、あと Facebook、Instagram、 アプリがあるんだけど、うん、例えば普通に使えないんだけど、VPN でまだ使えるらしいし、四国みたいにまだ大丈夫そうなんだけど、まあ、ネットはブロックされてないけど、インスタとか Facebook 制限入ってる。そしてウェブサイトもブロックされてる。ネットなんかネットじゃないし、でもブロックされちゃったサイトが結構多いよ、ロシアで。そう、 Facebook とか Twitter だけじゃなくて、ロシアのニュースとかなんかいろんなウェブサイトがブロックされちゃって、だから、そして Spotify によってなんかロシアのクレジットカードで払えないけど、うん、でもあの無料のプランで、無料のプランであれば、そう、聞ける。 VPN 使えば、いや VPN なしでも使える。あ、そうなんだ。あ、有料プランが使えない。そうそうそう、あ、そういうことなんだ。そしてそのネットフリーだったら使えない、払えないから。そう、なるほど。問題は払い方、カードで払えないなら使えなくなっちゃう。ナッシャ結構ウクライナあのモデルの友達とかで一緒にとか、彼氏もいたりして行ってたじゃん。そうそうそう、ウクライナの人と付き合ったことがある。最近もすごい何回もしたけど、その友達とかって今どうしてるの？いや、男の友達はみんなウクライナにいるし、あのウクライナから出れないから、キエフとか、ああ、そういうこと。ウクライナで山がある。ああ、山の方ね。そう、山の方。まあ、西の方だね、それは。そう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 。あんまり誰もいないから。ちょっとあのヨーロッパに来た友達もいるし、ポーランドとか、ヨーロッパの方はなんかドイツとか。女性のお友達ね。そうそうそう。でも男の友達もいる。あの2月から。最初から外に。そう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 。家族と一緒にポーランドに行って、そして今ドイツに着いた。そうそうそう。私の友達だったらよく連絡してくれると、なんかすごいお互いに応援してくれるんで、なんか早く自由になったら、ね。そう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 。なんか早く友達と会いたい。なんかみんなでまだ遊び合いたいな、遊びに行きたいとか、早くウクライナで会おうみたいな話があるので。まあ、結構さ、為替とかも変わって、まあ、あといろんなサービスもクローズして、まあ、まずはもちろん見た目は結構さ、あの普通というか、まあ、普通にカフェ来たり、パニックは結構ない、全然ないじゃない、見た目で、まあ、見た目は全然あの普通に見えるんだけど、心の中ではどういうふうに思ってるのかな。パニック、そしてストレス、人によると思うんだけど。そう、なんかあのソ連で住んだ人はなんかそのソ連の時よく覚えてるから、あのなんかそう、なんか頑張らないとそういう考え方があるんだけど、悲しいけどなんかいや何でもできるのにみたいな感じ。昔から今まで住んだらなんかそのままで頑張っていこうみたいな考え方があるんだけど、若い人は結構あのロシアに住んだの人、私もロシアに生まれたから、その人はねロシアしか覚えてないから、みんなすごい未来のことを心配して、心配してる。そしてあの引っ越したい人もしてる、そしてなんかもちろん仕事をしている人まだいるんだけど、みんなパニックになってると思う。心の中ね。心の中はそうそうそう、心配。そう、若い人は確かに、若い人はマジで
心配してるけど、ちょっと力がもうなくなっちゃう、なんか仕事してもなんかすごい気分が悪い、なんか動画見てもなんか見えないとか、なんかニュースなんかギリギリ出るみたいな、ちょっと遅刻してるし、ネットがあったら、そうだからちょっと若い人はもう若くない人はみんな違う気持ちがあると思う。今日はなんかロシアっぽい天気だね。そう、空が暗くて灰色で、さすが3月のモスクワ。そうね、絶望なところ。最近まででも天気良かったじゃん。うん、そう、日当たりが良かった。今日はね、空も灰色だし建物も灰色だし、そう、でもそんなに寒くないけど心の中も灰色。うん確かに気分グレーです。気分グレーだよ。街の中心部からちょっと南側の川の南側ですね、丸亀製麺のところに来ました。今日はちょっと寒いから人が少なめかな。いや寒くないよ。そっか、警察でみんな止まった。え、みんなもう警察で止まった。なんで今いないじゃん。みんな外に出てくる。ああ、警察が多いから人が少ない。そうそうそう、うん、あそこマクドナルドあるね。あった、うん、まだでもやってんじゃない、あ、明日までやってるか。泊まるのは、いや場所によって違う。そっか、明日までやってるんだと思う。KFC 普通にやってるね。でも九州はまだある。そうだね、昨日ショッピングセンターで KFC 閉まったけど、多分たまたまだ、スタバの、あ、スタバやってんのかな、やってないね。いや、やってない、スタバやってないね。マック稼働してるね。マックのやつは少ないけど、マックがすごい美味しかった。そんな変わりあるのか。あ、すごい美味しい。あ、聞いてみましょう。そう、ウクライナでも美味しかった。相変わらずみんなマック。おばあちゃんが泣いてる。ねえ。まだ凍ってるね。そう、ちょっとサンクトっぽいんだけど、こんにちは。こんにちは。お名前は？キミちゃんです。キミちゃん？ナッシャじゃないの？ロシアのパスポートでナスチャージドクホーバーっていう、はい、です。キミちゃんってニックネーム？はい、はい、ニックネームで。え、何人？ロシアの人です。はい、モスクワ出身。なんで日本語喋ってんの？日本の文化好きすぎて覚えちゃった。覚えちゃった、独学で勉強してた。大学で勉強したんじゃないの？いや、独学、大学じゃなくて。大学何勉強したの？弁護士。はい。へぇ、ロシアの法律、ロシア国憲法とか。日本国憲法は第9条、日本国民は正義と秩序を基礎とするとか、なんかとか。仕事はモデルさんです。モデル、インスタグラムインフルエンサー。うん、自分のブログやってる。
日本でもすごいいろんなメディアで紹介されてるよね。そう、うん、そしてコーヒーも作ってるし、うん、コーヒーマニアク、アニメオタク、ゲームやってる、カラオケやってる。はいはい。次はどの国に行きたいですか？早く日本に戻って帰りたいんだけど、コロナのせいで行けなくなっちゃったんだけど、うん、そうだよね。コロナが今コツコツ落ち着いてるんだから、うん、早く行けたらいいな。そうだね。そして、うん、韓国に行く予定もある。仕事ね。はい、仕事で、日本のメッセージは、みんなちょっと自分を気をつけてコツコツ頑張って世界を助けましょう。みんな、はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、はい、じゃあ待ってね。ナッシャさんはなんか日本語が喋れるけど、はい、どうして？どうして日本語好きだから。なんで日本語好きなの？日本の文化好きだから。アニメ好きだよ。アニメ好き？アニメ好き、音楽好き、日本料理好き、男が好き。日本の男が好き？好きです。うん、何が好き？日本の男のどういうところが好き？優しさとか、うん、アジアの見た目も結構綺麗だと思う、うんうん、そして、うん、なんか好き、日本の男と好きなものが一緒だから、ゲームとか同じゲームやってるとか、はいはい、ゲームとか同じ動画とかアニメやってるし、日本の音楽も結構好きだから、うん、私は、ね、実はねロシアの音楽はあまり知らないんだけど、うん、ロシアの文化にも結構興味ないし、日本の文化だったら結構意味がある、興味もある。最近ハマってる音楽とかアーティストとか、いやちょっと去年から YOASOBI が好きで。 YOASOBI？ YOASOBI、うん、そして、うん、YOASOBI ってグループね。昔から一番好きなバンドがキングヌーなんだけど、うん、はいはいはい、今ハマってるのは、誰だったっけ、誰だったっけ、はあ、バウンディっていう、バウンディかな、うん、英語で書いてるのやつ。なるほど。なんか Spotify、 日本 Spotify CM に歌の曲を書いた人、うん、じゃあ俺全然知らないけどバウンディ、はい、だからそう興味があるし、うん、カラオケするのは好きだから。ああ、そうだね。そう、カラオケ好き、うん、文化に興味があって、うん、そうか。じゃあまた日本に行けるといいね。はい、ちょっとコロナ、絶対行けますコロナでちょっと行きにくいよ ね、 ちょっとね。いや大丈夫だよ我慢しないといけない。そうだよね、我慢してもいいよ、検疫だったらもういい、うん、大丈夫。ロシア人は我慢に慣れてない。海外、私はね我慢があんまりないけど、うん、海外に行けたら、うん、外国の法律は大事だから我慢しますよ。なるほど。みんな優しくしてくれるから、うん、OK、 ありがとう。はい、ありがとう。知らないところですよ。なんか、はい、モスクワ出身としても何も知らないですあそこも何も知らない、はい、こっちにも何も読めないから知らない。でもこっちはモスクワ、ようこそ。